我が家のプランター菜園をご紹介いたします。これですシルクスウィートさつまいもですね。植えてからどのぐらい経ちますか？3週間です。で、これは、ベニアズマという種類をこっちには植えていますね。で、こっちがシルクスイートを植えています。で、その隣は何でしょうか？丸いかぼちゃです。かぼちゃです。今苗がです、つるが上まで行ってしまっているので、あ、なんてことでしょう。今日受粉させました。ちょっともうちょっとしたらできるかもしれません。ただちょっと工具がありますので、サバイバルですね。はい。で、次がですね、本日収穫しました、皆さんご存知キュウリです。まだ、トータル2本しか取れていませんので、単価としたら1本1000円ぐらいを食べました。で、その隣にあるのが皆さんご存知ミニトマトです。だいぶつけていますね。で、その隣は何でしょうか？アシタバです。アシタバです。双葉ですね。これはこれですかね。これは長命草です。長命草です。これは長命草です。沖縄で初めて食べて、長崎でも作ろうと思って苗をインターネットで買って、今ちょっと植えてるんですけど、ちょっと大きくなりましたね。だいぶ頑張って生きてくれています。綺麗じゃないですが、多肉さんたちいつか、売ろうと思ってます。こっちちょっと雑な感じです。あ、これは何ですか？これはゴーヤです。これはゴーヤーですね。日当たりがやっぱりちょっと弱いので、手前の方はこっちの方はいいけど、やっぱりこっちの方はやっぱ弱めになってしまいます。はい。もうみんなが知っているナスです。ナスです。ナスです。ナスは花は咲いてないの？実がなってるでしょ。あ、実がなっていますね。1個、先日収穫しました。まだ1個しか取れてないので、これも高級ナスですね。今のところね、単価が結構高いナスになります。2本目がここについていますということです。後ろは何でしょうか？後ろは長いかぼちゃです。これあ、これは長いかぼちゃらしいです。名前ないの？花がついてまーあ、お花がちょっと種類が違うかぼちゃなの？種類が違うかぼちゃらしいです。はい。で、次は何でしょうか？これもかぼちゃですけど、うん、いつ食べたんでしょう。種から芽が出てきました。だからそのままおかしいよ説明が。生ゴミの中にどうも種が入ってたということで、勝手に育ってきました。じゃあそれが大きくなってますね。意外とやっぱそういう方が強いのかもしれないね。これも同じ。はい、これも同じです。大きくなったがゆえに、はい、野菜の葉っぱが死にました。まあ、いろいろ弊害がありますが、まあ、それも経験ということで、これぐらいですかね。これまた勝手に出てきたシリーズ第2弾ですが、これは何ですかね。まあ、わからないのでそのうちわかるでしょう。まあ、こういう、まあ、雑なところで育ててます。死んだのかな。本当ね。やろ。うん、これだけが残ってる。ああ、まあ、そっちの方が強かったな、うん、負けちゃったんだよね、出すっていうか、ね、うん、終わりです。